食べたい。わあいいね。あの超有名な寿司屋さん。もうなんていう名前？みどり寿司。みどり寿司が台湾に来たんだ。そう。でもね、なんか台湾に来てめちゃくちゃ行列やばい。私食べたことない。私もない。あれ日本でもない。日本でもないの。果たして寿司ロより美味しいのかな。お、調査してみる。ということで今日の企画は日本から来た寿司屋さんを検証します。その緑寿司はどこにあるの？ここはまたドンチュの近くに。もういいところにあるね。ドンチュっていうのは台湾でもすごい高級なイメージがある。なんか銀座みたいな感じ。確かに。で今は私たちは12時。おでも見て、中にみんな待っててるよね。ここを便利なのは QR コードで、あの登録して整理券をもらえるよ。おー、なるほど、便利だね、とっても。さすが日本。おー、さすが。うわー、何か食べたい方。もう本当日本の寿司は美味しい。私もしばらく食えてないから日本の寿司すごい美味しいな。マグロ、マグロ、マグロ、イクラ、イクラ。あ、イクラが好きな。あ、全部食べたい。あ、なるほど。はい、中に入りました。すごい高級感がある感じで、台湾にも寿司ローがあるんですけれども、ちょっと寿司ローとかよりも高級な感じがします。では早速メニューを頼みたいと思うんですけど、メニューは全部タッチパネルになってます。すごいハイテクな感じです。ということで、じゃあ今から一緒に選びましょう。来ました、見てください。私たち注文したのはみどり寿司の超特選握り、こちらです。で、その中に茶碗蒸しも、あの前菜もついています。そしてあと、あ、もう一つは限定ランチ、もうすっごく豪華なの。見てください、めっちゃ美味しそう。なんか唯一違うのは多分ここかな。マグロ手巻きとうなぎ、他はこう一緒だよね。すごい美味しそう。で、もう一つ注文したのはこちらです。何持ってるの？あら、真っ黄色の中にお酒飲みて。でもね、ちょっと高いですよ。150元。これ何酒？これは柚子酒だよ。これ高い。150元ちょっと高いかもしれないね。じゃあ何から食べますか？茶碗蒸し。すごい、中には私苦手なものがあります。椎茸？違う、大葉。大葉じゃないの？うん、じゃあ多分食べれるかな。いただきます。え、大葉かな。あー、よかった、大葉じゃない。うん、なんかこの茶碗蒸しはちょうどいい感じ。なんか台湾人の口に合いそう。卵もとろとろ、美味しい、食べやすい。ママの茶碗蒸しみたいな感じ。何を食べましょう。これは私の前菜。ママの前菜はこれです。ちょっと違うね。これは多分カニ味噌。じゃあいただきます。カニの味、これはなんか食べたらなんか口の周り全部海鮮の味、なんか海みたいな感じ。海みたい。カニカニ。いや、美味しい。マグロ、マグロ大好き。食べてもいいですか？中トロ。見てください。
対美味しい。うわ、美味しそう。いただきます、皆さん。うわ、これもう美味しすぎて言葉も出てない。これは本当に美味しい。皆さんずっと日本のお寿司食べたいから、なんか台湾でさ、なんか日本っぽいなお店があるかなと思ったけど、もう本当にここだ。めちゃくちゃ美味しい。しかもね、あの私中トロ一番好きなのは魚の味がすごいするから本当に美味しい。いろんな魚口の中にいっぱい泳いでいるみたいな感じ、溶けてる。めっちゃ美味しい。そうだね、これは本当に来るべきこの店。いただきます。私は平日の限定のセットです。じゃあに広がります。美味しすぎる。なんか私思ったのは、初めてあのマナと一緒に食べたお店、マナがおすすめなお寿司屋さん。懐かしい。懐かしい。そう、これはだいたい3000円ぐらいかな。そう、台湾人にとって高級。でもね、私本当にこれ飲みたい。ゆず酒。じゃあ皆さん一緒に、テレビの前にパソコンの前の皆さん一緒に、3、2、1、乾杯。いきます。あ、皆さんこれだ、これだ。本当に美味しい。これお酒、人生苦いですけど、これ飲んだら人生も苦くなれないよ。ちょっとカメラ開きやすく撮らないでくれるかな。これかかるから、カメラを開きやすく向けないでくれるかな。これがかかるから。怒られるかな皆さん。じゃあちょっとつまらないことを置いて、私たちまた食べよう食べよう。ホタテが好き。いいですか。いただきます。うわすごい。ここは本当に全部新鮮。たまにはね、たまに冷凍のホタテ感がある。でもここのホタテ本当に100点。柔らかいし、とにかく最高美味しい。わ、全部美味しい。どうしよう。じゃあ次は私のエビちゃんもいいですか。エビちゃん、これ知ってる。ボタンエビでしょ。だって太鼓の達人教えてくれた。いただきます。本当に美味しい。おにうま。もう出た、おにうま。なんかこのエビでさ、どうしよう、美味しすぎる。エビの柔らかさと弾力、全部本当に美味しい。なんか本当にコクがある感じ。どうしよう、帰れないよ。ここに住もう。ちょっと怖いのが、台湾のお味噌汁って砂糖が入っててすごい甘いんですよ。チェックしたいと思います。いただきます。日本です、これは塩加減があって甘さはないですね。よかった。日本の
お味噌汁を思い出しました。確かに台湾にあるお寿司屋さんよりはかなり高いです。でもかなり高くてもこんなに人がいるぐらいの人気っぷりです。卵食べてみます。いただきます。めちゃめちゃお出汁の味がしっかりして、日本の味をそのまま持ってきてる感じがします。おいしい。はい、じゃあ皆さん最後の締めはこれです。アナゴ、めっちゃ長い。どうやって食べるの？なんか私日本にいた時ね、あのアナゴ丼食べた。めっちゃ美味しかった。なんで日本のアナゴそんなに美味しいの？わかんない。いただきます。すごい、この味はあの時日本で食べたアナゴ丼の味だ。高級な味してる。アナゴもとも美味しいけど、でさらにあのソース、タレ、日清のタレつけたらもう効果抜群。鬼に金棒みたいな感じ。めちゃくちゃ最高、美味しい。この店高いけど、でも毎週通う。そう、毎週来れないね。じゃあ毎月行きます。わー、終わりました。どうだった？本当に最高。美味しかった？美味しかった。雰囲気本当に日本風だったね。あとカウンター席もあるから、いつか今度カウンターでも食べてみたいな。回らない寿司だから、もちろん高級な味してる。そうだね。でももうこれからは月1回行くんだよね。月1回か、2ヶ月以下かな。2ヶ月。ちょっと高いかな。ちょっと特別な時に行きたいね。そうそうそう。日本の味をそのまま台湾で食べれるということで結構感動しました。そう、ありがとう、みとり。じゃあ日本の寿司屋さんどんどん台湾に来てお願いします。もしみとり寿司食べたことある方はぜひコメントしてくださいね。味教えてくださいね。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなフォローさんの特製グッドボタンを押してください。それから私はツイッターもフォローしてお願いします。それじゃあバイバーイ。